はい、フォールアウト76続きやっていきたいと思います。本日2月10日ですね。やっていきましょう。本日のユーティリティはランチボックス。よし、行きましょう。やっぱ早朝って結構ね、デイリーの方が消化できちゃってる感じなんですけど、どのぐらい残ってたかな。あと若干、ファンデーションのクエストを進めて、クリエイターじゃなくて今回は、ファンデーションの方で進めていってる感じかな。で、そろそろボルトに襲撃の直前で終わってんだけど、まあそこはストーリーということでね、他をね、日々のデイリーのことをね、やっていく感じですね。まあ、カジュアルに入っといて。お、ゲストが来てる？あ、誰か来てますね。価値のある取引をし合おう。はい。結構こういう人、ジャンクのね、弾薬のスクラップ。これが結構美味しいんで、買っとく。これぐらいかな？あ、手荷物いっぱいになっちゃったね。売るものは、いろいろあるから、カリスマ上げて、そう。ロゴアウトしたときはさ、もうカンスト、もう売るものがなくて、売るっていうかもう、ベンダーの方の、キャッシュがなくて、しょうがなくね、貯めてログアウトしたんだよな。なんで、この辺をちょっとね、ブライトのスープ、こんなにいらねえしな。バグステーキも売って、ヤオグアイも売って、ラットオドムレツも売って、マイアラク置いとこうかな。納品クエストがあるからね。いや、この溜め込んだのだけでさ、1400キャップ、ねえ、終わる感じじゃん？ねえ、厳しい世の中だけど、心まで曇らせないようにね。はいはい。いや。OK。もう残り3しかないもんな。はい、ちょっと動けねえんだけど。はい、じゃあ本日もやっていきましょう。76の連中は、ただものじゃないよね。はい、ありがとうございます。よし、じゃあ本日もね、やっていきましょう。じゃあハイボール飲みます。ああ、美味しい。よし。じゃあチェックしていきましょう。やっぱりさ、ピットとか、オプスが発生したらそっちの方優先してね、行きたいと思いますけど、どうでしょう。伝説級を倒す残り1体だな。これ1体倒すだけで本日終了で、あとやっぱこれ、コロッサルプログラムということでね、モロンガ、ね、核を落とせば、ってやつだよね。あと、デイリーも、あと1回やればね、達成だし。まあ今日はね、ゆったりと、フラフラっと行きましょう。じゃあ、こっからのやつはカットしますね。はい。お風呂にぬくもってたらキックされたでござるみたいな。どうする？イベントじゃねえしな。カジュアルでまあ自分で自らやっとくわ。ちょっと他事もしたいから、デイリーオプス探索パーティー作ることもなくね、このままやっていこう。よし、行くぞー。一応外で水取って、行きましょう。あとさ、ファーストの方が、少々が乾燥しちゃって、まあ、しぶしぶ、ちょっとね、マームルガチャして、まあ、特に何も、成果もなくね。何もなく終わってる感じですけどね。ですね、まず水。あとさ、フュージョンコアリチャージャー、これ序盤は本当に役に立ったんだけど、もう多すぎてさ、最初3つぐらいで回したんだけど、4つになって、それから一気にどんどんね、増えちゃって、
もうなんかリチャージャーいらねえみたいな感じで、まあ100未満だな、レベル100未満の時は結構ね使う感じでしたけどね。よっしゃ、まずクランベリーレディッシュ食べて、の前にさっき買ったやつバルクのな。違う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 、これね。はい、10個10個10個だからね。はい、じゃあ行きましょう。本日も頑張っていきましょう。まずアーマー出してクランベリーレディッシュ食べて、あ、すぐに忘れてしまうけど、私たちは幸運だった。生き残れなかった人たちを思えば、だから小さなことにも感謝しないと。あなたは十分やってくれてる。はい、少し休んだらリラックスして楽しむといいわ。そうね、デイリーがなかったな。散歩にでも行こうかな。自然に触れれば頭に曲が湧いてくるかもしれないし。はい、じゃあやっていきましょう。まずやるべきなのは7番ホール、これがあのクエストなんだけど、わっ、わあ、誰か言ってたんだ、モノンガーね。まあ今日中にさ、誰かモノンガーにもう一回核を落としてくれると、あのウィークリー二つ一気に解除。攻略になるからね。まだまだ、なんか、モノンガー、なんかこの復帰したタイミングでは、右下のとこが多くて、そう、モノンガーはね、行ったことねえんだよな。一発食らった?まあいいや。あれ消えた。若干ラグいってことか。残り90。わわわわ、ラッドアームにかかっちゃったじゃん。サブマシンガン。虫よけをもう全部使ったんですか。当然もっと欲しいですよね。これがリストです。羽虫も、羽もさ、2個入手してると思うから、カメムシ目に属する昆虫の一種である。足りねえか、やっぱ。実際に水の表面を歩くことができます。だから英語では水面を歩くものという別名もあります。え、あ、足せるね。どうだ、もう一個がねえな。もう一個がポッサムバッチがポコンって出るんだけどね。キャップのシーンのとこがポッサムバッチになるから。ファーストの方も、あの目標は8個だったんだけど、ポッサムバッチも5くらい溜まったかな。セカンドチャンで3つかな。はい。行きましょう。うお、ピコンピコン鳴ってるし、めちゃくちゃ開いてるわ。あ、やっぱさ、バレた。ねえ、もうファーストちゃんのやつが達成できてない感じです。来て、じゃあクエスト発生。向こうにもいるな。どうですか、はい、いるね、伝説級。行きますか、弾
44。44だけど、ちょっとしゃがもう。リロードリロード。何発ある？17発しかねえ。ちょっと動けないんだけど。FPS にして。ちょっと分が悪いな。ちょっと退散する。これでいっか。こんなとこでコアが切れるとは思わんかった。ゴー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 。回収するやつは消えてないし、いい感じだな。ちょっと離れよう。あー、なんか他のマイアラークも来たじゃん。OK、 半分半分。もうちょい、これハマったかな。はい、オッケー。いやー、お疲れさんだな。回収回収。あとはどこだ？ほいっと。いやー、これもそれぞれさ、攻略できるのは初かもしれん。大概さ、消えちゃってたりしたからね。回収。なんか修正っていうか治ったのかな。自分だけじゃないと思うからね、このバグも。わあ、切れた。ズボン。ドボン。よいしょよいしょよいしょ。キー、ラス1。キー、あと報告。じゃあちょっとコアを作りに行かないとな。4発打ち切って。オッケーオッケー。はい、納品。どうだ、来た？来ないな。来ないっすね。はい。じゃあ、これで、報酬出たら、一回ね、自宅に帰って、弾作って、出発直前までカットしますね。はい。コア、作ったけど、銅が足りない状況になってますね。と、このタイミングでデイリーオプスが来たんで、デイリーオプスの方に参加していきましょう。よっしゃ。よし。ああ、もう、早速も出発されてるね。よし、行くぞ。一応早朝やったんだけど、やっぱ覚えてねえわ。だから、ファーストでも、クラフトビルドで行っちゃって、てんやわんやでしたわ。
さて、シグナルリピーターを修理する。3人目が来ました。どうです?出発します?よし、こちらはイニシエイトドッジ。そちらのエリアのアップリンクとの接続を失った。はまった。アップリンクを作動させたい。ブラッドイーグルでした。行ってんすけど。見えねえんすけど。おおおいえ。奴らが放っちゃおかないぞ。確保しとけ。みんなどこに行ってんの?そっちか。ゴールしないかからな。ゴール。はい、集まりました。見えへんぞめっちゃ見えへんぞ。見えんぞ。来た。いやー、分が悪いわ。ちょっと近場の、あんま離れるとダメだからな。2になってるもんな。戻ろう。オッケー。経験値おいしくねえな。ダメだ、全然当たんねえ。はいはい、行きましょう。向かえ。いやー、デイリーオプスももう始めてさ、まだ1ヶ月も経ってねえんだけどさ。はい、2つ目のアップリンクの信号調整開始。さあ、敵を始末しろ。頑張ろう。普段と違うからってやっぱ楽しいよね。もう一歩寄ってきてくれないと。狙いにくい。リロード。叩くね。ダメだ、全然わかんねえ。戦いづらいな。近い敵にはいいんだよな。はいはい。
あ、あと全滅させんのか。OK。まあ、微塵ですわ。よし、うまくいったな。ボス来る？切り札を出してきた。ぶちのめせ。アドビクトリアム。アドビクトリアム。いやー、全然役に立ってねえわ。はいはい。ありがとうさん、お疲れさんでした。なんか貢献率とか出ないのがまだ救いだよね。やっぱガオス系ちょっと欲しいな。あれだよね、交換のやつだよね。はい。ファーストでは取ったんだけど、やっぱセカンドちゃんでも取らないとみたいなね。ガウスミニガンみたいな？はい。おいおいおい。リコン、絶景図。はい、お疲れさんでした。ふぅ。ハイボール飲もう。なんかもう一個ぐらい行きたいな。突発イベントなんか3回終わろうかな。あと2分で0分になるんで、ちょうどいい感じだよ。で、分解できるやつちょっと分解しようか。リッパー。これ打ち切っちゃおう。OK。 よし、もうラットアームから回復。あとここはメインだし、なんかねえか。結構核が撃たれてる感じだな。へえ。じゃあちょっと時間置きますね。あと1分ぐらいいったと思うんでね。ちょっと待ちまーす。はい、0分過ぎたんだけど、なんかね、これが発生したんで、これはちょっとね、みたいな感じなんで、まあ、レンのクエストでもやりましょう。で、終わりにしましょう。ちょっと待って、これもさ、どこに行くかが問題だよな。刑務所もあるし。いいとこに来た。でかい銃構えてりゃカフになれるって？夢見てな。まあ、そんな感じするよね。はい、真空管どこでしょう。どこどこどこ。ここは初めてだわ。セカンドチャンでは。じゃあ、これをやっていきましょう。スーパーミュータントがメインに生息する場所なんだけど、たまにね、狼じゃなくて、なんか犬とかね、それ系のやつも、の時もあるよね。でも基本はね、スーパーミュータントがいっぱいいる感じ。で、同時にワークショップ系のクエストも達成できそうな感じはあるけど、いかがでしょう。まず初めて行くロケーションになるかな、セカンドチャンでは。どうだ。こっち。こっちね。オッケー、行きましょう。じゃじゃんってなるかな。
いやー、それにしても誰か核撃ってくれねえかな。自分で撃つのはめんどくさいみたいな。はい、到着。ここですな。見えないぞ。敵の存在が見えないぞ。1個目。閉まってるってこと、誰も来てねえってことか。なんか聞こえる。いや、この辺全部回収してさ、ちょっとキャップを稼ごうと思ったけど、そういえば調理したのをさ、売っただけでさ、いっぱいだったんだわ。あと1個なっちゃったでしょ。はい、もう達成か。まあ、ここのワークショップ確保しますか。はい、せっかくなんでな。全回収行こう。もうちょっと片付けるとターゲティングされて、来たね。もう少ないか。で、まだあっちにいる。ちょっとここで全回収。あとさ、銅が足りねえんだよな。だから銅をちょっとね、採掘にも行かないとな。あと1体手ぶら。あと1体そこ、ここがはい、やっときましょう。ここ何もらえるか知らないけど、食料、銀、銅、銅1か。食料が多いのか。石油もあるな、水もある。なんかあるかな。チコン。はい、お疲れさんでした。マグネット。報酬は？でん。ほい。ほい。ラグセット。ラグセット、どうだ？宝の地図めっちゃあるよね。これファーストから持ってきました。さっきのやつとラグセット。はい。まあ、そんな感じで、今回パートはここで終わるけど、この後は銅を回収したりとかね。あとは、出入りは終わってるんで、これ、誰かやってくれんのをちょっと待とうかなと思います。そんな感じで今回パートはここで終わりたいと思いますけど、次回パートからもしかしてね、早朝、録画していくかもしれない。そうするとファーストになるかな。はい、お疲れ様でした。